はい、えー、今日はですね、これ、ネオン工事ですね、のお問題であります。えー、この中でね、えー、不適切な工事はどれかということであります。えー、いいですね、ネオンの変圧器へのですね、100V の電源回路、1次側のここうですな、ね、これ、えー、20A の配線用遮断器を設置し、専用回路としたと。ローですね、ネオン変圧器の2次側、いわゆる高圧ですわな。 廃止を外資引き工事により点検できる隠蔽場所に施、えー、設置した。と。が刃、ネオン変圧器の金属製外箱に電子のー設置工事をした。と。がはですね、あ、ごめんなさい、2位ですな、ネオンの変圧器の2次側あ、関東回路の配線をですね、ネオン電線を使用し、外資引き工事により施設置し、 えー、電線の指示転換の距離をですね2メー,ターとしたということであります。どれがあ具合悪い工事かということですな。はい、あのこれはね、あの2の指示転換がね、えー、2メー,ターとなってます。これは1メー,ターですわ。えー、これがあ不適切な工事ということになります。他はあ全部ですね、OK ですな。